ってるんですね。あ、痛い。これこれ。あ、はい、痛い。あ、痛い。これとか。痛いのね。この辺は。ああ、それもです。はい、ああ。ああ。しまうな。そう、結構そのズバッと入った時に、痛いっていうよりも笑う人の方が多いんですよ、ね。あ、笑う人多いんだ。笑う人すごい多いです。ああ、ああ。ジャラジャラだけ外してください。ジャラジャラ外します。ジャラジャラって。じゃあよろしくお願いします。はい。はい。三野さんによるちょっと肩首を、はい。はい。まず肩いきますね。はい。肩。あんまりその、そこまでがっちり凝ってないから難しいかと思います、うん、モデルとしては、はい、どちらかというと、はい、左の方が若干張ってるのかな。それ言われますね。でも本当に若干ですよ、はい、だからライン取り的にはこう、はい、まあ、首の横の山のトップをまっすぐ、まっすぐというかそのラインに沿って、こんな感じで、はい、一手目がすごい気持ちよかった。あ、そこもいいですね。ここいいですね、はい、あ、気持ちいい。やっぱ安定してますね、うん、押しに迷いもないし、圧は安心して受けられますね。結構広めに当ててる感じですか。そこそこ広めに当ててます、うんうん、両手押しです。あ、なるほど。両手とも当ててます、うんうん、広い感じ、気持ちいいっす。私多分あんまりピンポイント好きじゃないんですね、うん、まあ、そういう場合は広く当てるんで、うんうん、緩めの方が好きです。はい、好き嫌いもありますよ、うんですね、気持ちいいです。もっと入れていいですよ。大丈夫です。そこまでいくと結構入ってる部類になりますよ、はい、あ、そうなんですね、うん、それが気持ちいいな、うん、これすごい気持ちいいです。しっかり効かせてますけど、これは何点なんですか。ターンポイントではないですか。これはこれまだですね。あ、そうなんだ。気持ちいいな。この辺になってくるともう結構ターンポイントですよ。あ、ターンポイントいいですね、うん、すごいいいですね。健康貯金です。うん、気持ちいいです。ああ、あとこう肩を押してあげると、うん、まあ、肩甲骨下げた時に肩甲骨筋とかが突っ張るような感じになって、うん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 、よりこう張ってるところが見えるようになるので、あ、はいはい、まあ、それで張りをちょっとこう、はいはい、ある程度当たりをつけて、まあ、この辺かなみたいなところで押してあげる、はいはい、うん、あ、気持ちいいし、あ、すごい気持ちいいですね。これも結構ズバッと入ってます。うん、いい感じです。うん、ああ、いいですね。これに慣れちゃうと多分これじゃないと物足りなくなりそう。でもこれ大丈夫なんですか。この前なんかその、はい、持続圧があんまり得意じゃないみたいなの言ってたじゃないですか。で、全然これはいいです。要はじゃあ不快な持続圧がダメだと。まあそりゃそうですよね。不快じゃないものが来れば持続圧も OK、まあ、そりゃそうですよね。じゃあ持続圧がダメなんじゃないじゃないですか。そうですね。私あんま正直この仕事しといて申し訳ないですけど、はい、あんまたくさん受けてないんですよね、はい、だからあんまりその辺を分かってない、やってもらってなるほどとか、なんか何回か受けてみて、はい、だんだん良くなってきたとか、うん、そういう感じなんですよね。あ、気持ちいいですね、はい、あとこの抜かれた感じが気持ちいいんですよ、うん、スーッとこう楽になる感じというか、ふわっとする感じというか、そうこれがやっぱりそのここまで行って止めるところまで良くて、
これだとあそれすごい嫌だ、うん、ちょっと違いますよね。最後までそのしっかり押されてない、そう丁寧にね抜いてもらわないと、うん、せっかくの入りが良くてもね、うん、ここまで止めるとこまで良くてもやっぱり最後のなんかこうだと、だ半減するというかちょっとなんかその違和感が残るというか、違和感がありますあります。抜きまで含めて一押しですね、一押しです。まあ、あとはその、うん、やんわりやんわりとこう、うんうんうん、ちょっとこう、あこれも気持ちいいんですよね、うん、コリッとやってるわけじゃないです。そうですね、コリッとやったらこうなんかあそれそれ多い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 あのねそれ多かったにこのぐらいであのね、うん、要はてタナさんは手首から動かしてる感じじゃないですか、うん、体で動かしてるというか、まあそうですね、そうでもあの手で指でやるのがさっきのコリなんですよ。コリっていうのはその この指でこう、うん、無理やり、うん、それをね、こんな感じ。やっぱなんか緊張してたりすると指が一番動かしやすいのかな。体が硬くなっちゃってるから、うん、どうしても動きが小さくなるんですよね。あとはちょっとこう、うん、後ろの方に行って。うんうんうん、この辺も結構いいとこです。あいいですね。ここは割と強めでも大丈夫そうなんじゃないですかね。あ大丈夫です。ていうか私多分強くても結構大丈夫なんですよね、うん、あのちゃんと押さえてくれてれば。嫌な痛みだったら強かったらやっぱね、うん、っていうことなんですよね。ほとんどの人実はそうなんじゃないですか。私は弱腰でとか思ってる人も、あ結構そうですね、そうなんですよね。強いの苦手なんで弱くやってくださいっていう人もしっかり入れても意外とその気持ちいいっていう方いますよ、うんうんうん、ですよね。なんかこう気持ちいいところに入れば強くても大丈夫なんだけど、うん、なんか外しちゃってたり無理やり入れてるはずだから、うん、不快感があるから弱い方がいいっていう風に思っちゃうっていう。いやむしろしっかり聞かせてもらって抜く時の爽快感っていうのがね、うん、ありますから、あ気持ちいいですね。あいや私あんま凝ってないですか。あそういったこの辺は凝ってます。そうですよね、うん、これ来ましたね。痛いこの辺が凝ってるんですね。あ痛いこれこれこれ、あはい痛い後ろ側の方ですね、凝りとしては。あ前側のこっち側のその、はい、痰のポイント的なとことはちょっと違う、うんうんうん、こっちの後ろ側の、そうなんですね、肩甲骨寄りというか肩甲骨周りっていう感じですかね、うんうん、あー痛いよ、うん、痛いここだとズキューしますよね。しますね、うん、あー痛いこれとか痛いよね。でもなんだろう、その嫌な痛みじゃないんだよな、うん、響いてるようなしっかりと。そうですね、なんかこういった気持ちになるんですかね、うん、あーだからあ凝ってんなっていう痛みですね。はい、そうあ入ってかないな凝ってんな、効くねっていう、そう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 効くねっていう痛み。だからちょうどそこですみたいな感じ、うん、うん、あこんなとこ凝ってたんだなとかこの辺はああそれもです、はい、あこれまさにズキュンポイントですよね。あでもね呼吸が楽になりそう、そこをほぐしてもらったら、うん、ああああなんだろう、笑ってしまうな。そう結構そのズバッと入った時に、痛いっていうよりも笑う人の方が多いですよね。笑う人多いんだ。笑う人すごい多いなんかね愉快になるんですよね。こうなりますよ、結構こうなりますよ。なんでなんだろう , 笑い出したらもう入ってるんだなと思ってます。あそうです
ですね。入ってる入ってる。いい感じで入ると笑いが起こる。はい。うん、もう笑うしかないってなりますね、みんな。ああ、そうなんです。ズバッとくると。そうなんですね。でもそれいい反応ですよね。笑うの気持ちがいいというか。うん、ああ。ああ。ああ、でもすごいいい。こんな感じですかね。すごいいいですね。すっきりしますね。うん。